スハマのマンデーランチ。はい、どうもありがとうございます。はい、また月曜日のね、お昼時になりました。スハマのマンデーランチ、今日は4回目になるんですけども、また、今年最後の放送になります。ぜひ今日はね、楽しんでいきたいと思います。MC は、スハマ、タクシと、はい、カヨコです。はい、はい、そして今日はですね、素晴らしいゲストの方お二人をお招きしています。詳しくは後で申し上げますけれども、株式会社グルナビの方から西原史郎さんと、そして森理香さんにお越しいただきました。拍手よろしくお願いします。イエーイ、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日も楽しくやっていきたいと思いますけれども、はい、ちょっとまず最初に、トレイルフレッシュね、これ前回毎回お話ししますけども、このコロナ禍においてですね、我々こうやってほとんどこちらのゲストの方、ね、マスクなしでやっておりますけども、こういったオゾンを使ったウイルス対策をやった上でこのスタジオやっておりますので、まあ、ご安心くださいということになっております。ありがとうございます。はい、ということでですね、始まりましたので、じゃあ行きましょうかね。はい、じゃあ今日のメニューをちょっとお出しいただけますかね。はい、はい、今日も4回目ですけども、まあ、いつもお役に立てる美味しいお話をですね、ランチ時にお届けしようと思っております。今ではね、いろんな、いろんな授業をやっておられる方をご紹介したりね、知っておりますけれども、この2枚目はい、今日はですね、今日ゲストは西原史郎さんと森理香さんをお招きしてですね、島の小さな町がですね、美味しい食材によっていろいろね、元気が出てくるような、そんな話を聞けるということなので、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、ではですね、よろしいでしょうかね。じゃあ入りますね。じゃあまず西原さんですけども、こんにちは。こんにちは。西原です。よろしくお願いします。実は初めましてじゃないんですけども、私の高校の後輩になります。松江南高校の後輩になります。私は20期生で、何期生ですか？30期生ですね、はい、大先輩です。はい、10個違うんですよ、この間にね。はい、わかりました。で、ちょっとお二人いらっしゃいますけれども、じゃあ最初にですね、自己紹介から始めていただいてもよろしいでしょうかね。はい、はい、それでは西原史郎と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。私今株式会社グルナビで食と観光企画部という部の、部長をやらせていただいておるんですけども、部長、以前JR 西日本の方におりまして、鉄道会社の方におりました。で、3年前ですね、2018年の、5月にグルナビの方に転職をして、食を通じた、地域の活性化事業に参画をさせていただいております。で、ちょうど今年の2021年の9月からは、はい、和歌山市の、市長公室どこで和歌山市のお仕事もお手伝いをさせていただきながら、はい、地域のですね、活性化に向けた取り組みの方をやらせていただいております。西原史郎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、美しい方が今日見えなんでドキドキしておりますけど、森さんお願いします。自己紹介を。はい、森理香と申します。はい、同じくグルナビという会社で働いてまして、普段は通信販売の通販の部署にいるんですけれども、今今年の4月から、島根県の邑南町という、人口1万人の小さな町で地域おこしですね、地元に移住をして町おこしをしております。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今島根県邑南町と出ましたけどね、はい、島根県ってのは邑南町とかね、雲南町とかね、飯南町とかね、いろんな町があるんですけど、実は邑南町って私が3歳ぐらいまで生まれた育ったところでもあり、うちの親の、実家の近くで今も小屋がありましてね、はい、時々畑仕事に、そうですね、先週も行ってきたらね、はい、私だけ、はい、ね、時々行ってくるというこんな感じでね、はい、でもう住んでおられるんでしたっけね。そうですね。あ、そうですよね。はい、ちょっとした何ですかね、新しいことやっておられるので、ものすごい注目すべきお話は今日聞けると思いますので、はい、じゃあお任せしてちょっと進めていただいてもよろしいでしょうかね。はい、はい、じゃあ今日のお話、ちょっと私の方からちょっと進めさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、ちょっと資料の方ちょっと送っていただきながらですけども、次のページお願いします。質問です。あ、はい、フランスのブルゴーニュとかスペインのバスク地方、サンセバスチャンとかあるところなんですけども、ホニャララの町と言われていますと。あ、なんていう文字があそこに入ると思います？ホニャララ、わ
ワインワインそうやワインあのワインもまあワインもありますねブルワインとか食に関して小麦小麦の町惜しいですあ惜しいですかこれなんだろうチーズチーズじゃあですねチーズじゃない、まあ、チーズも全部含めてなんですけど、はいはいはい、次のページ行っていただいていいですかね、はい、美食の町あ、はい、美食ね、まあ、あの食を目的に多くの観光客の方が実際その土地に行って食して地域のまあ文化ですとか歴史を学びながらまあ観光を楽しむ、まあ、そういう町でとして美食の町というふうに一般的に言われて世界からそうなんですよね、はい、世界からね、じゃあ次のページお願いします。じゃあミシュランガイドご存知でしょうか、はい、今日ちょっとお持ちしたんですけどミシュランガイド聞いたことあります、はい、ミシュランガイドこちらミシュランガイドありますけども、はい、そうですね、はい、ちょっとそういうね、テレビドラマもありましたね。ありましたね。三つ星取るぞってありましたね。なんかキムタクが言ってるやってましたね。ありましたね、はいはい、じゃあ次のページいきますね。まあ、ミシュランガイド、世界における、ミシュランガイドなんですけども、1900年、まあ、パリの万博を機に実は作られたというふうに言われてまして、その時に、はい、最初のミシュランガイドはフランスで発行されて、まあ、当初ドライバーのために作成されたミシュランガイドは、まあ、タイヤの使い方と修理の方法とか、まあ、であのガソリンスタンドとか、あとレストランとか、そういう情報が、実用的な情報が掲載されていたことがスタートした、まあ。ミシュランというかタイヤっていうイメージがありますよね。そうなんですね。つながってるんですか？そうなんですよ。で次のページでお願いします。タイヤメーカーであるミシュランタイヤ社が発行するドライバーが快適に移動や旅をするために作られたガイドブックでして、まあ、それで三つ星、先ほどおっしゃったように二つ星とかあると思うんですけども、まあ、三つ星はそのために旅行する価値のある卓越した料理ということで、わざわざそこに行って食べたいと目的地になるという、そこまで行くんですね、ドライバーだから行けちゃうわけですね、はい、まあ、そういったあの各評価に基づいて星があのですねつけてあるという、そういったセレクションされているというものになっております。じゃあ次のページお願いします。じゃあミシュランガイドに掲載されている星付きレストランが世界一多い都市はどこでしょうか。グルメの、グルメの、あとグルメ詳しいんじゃないの。いや、わかんないですけ どこでしょう。ヨーロッパの方じゃない、東京じゃないですか。正解です。そうなんです。次のページお願いします。はい、正解です。大正解です。プレゼントないけど、はい、いや、あの東京なんですよ ね、 東京ね。この度、うんうん、あの11月末にミシュランガイド2022ですね、はい、セレクションが発表されましたけども、はい、一応の432店舗がセレクションされて、400、はい、400店舗ですね、はいはい、ビブグルマ含めてですけども掲載されていますと。でこれはあの世界で一番多い都市となってます。はい、次のページお願いします。あの当社なんですけども、はい、グルナビは日本におけるミシュランガイドの公式のアライアンスパートナーとして、うん、まあ、実際デジタル版の方をですね、はい、運用の方をさせていただいているということになっております。うん、まあ、そういった形で今お付き合いをさせていただきながら、ウェブで検索をしたりだとか、ウェブで予約をする、こういったところを当社の方で担わせていただいているということになっています。あ、次のページお願いします。はい、でまあ、ミシュランガイドの公式 の、 あの会員制のウェブサイトをやっておりまして、クラブミシュランという、うんうん、まあ、あの会員を募集しておりますので、ぜひ入っていただけたらと。いいことあるんですね。いいことありますね。はい、はい、実際の限定のコースですとか、はい、あの限定のイベントにご招待させていただいたりとか、あ、まあ、そういったことをさせていただいております。ちょっと会費がかかる。ちょっと会費がかかる。ちょっとはい、ですぐ元が取れる。はい、元が取れますので、ぜひ、ぜひ入っていただきたいと思います。なるほど。じゃあ、次のページお願いします。じゃあ、ですね、ちょっともう先言っちゃいましたけど、あ、東京のミシュラン星付きレストランで提供される食材はどこで生産されているでしょうかということなんですけども、ちょっと次のページも言っちゃいましたけども、実は、はい、次どうぞ。主に日本全国の各地域ですね。やはり東京都内で食材が作られているわけではなく、日本の全国各地の食材が東京に届けられて、一流のシェフたちがアレンジをして、そして世界に名だたる美食の街東京という形になっているということですよね。ということを言いますと、地域にこそ本当に宝の原石が、そうですね、食材あってこそですよね、はい、食材がなければ、はい、その要はレストランで運営できないですので、食材あってですということです。そうなんだ、はい、輸入じゃなくて国内にちゃんとあるんですね。そうなんですよ、はい、じゃあ次のページお願いします。じゃあ日本の各地域の課題は何でしょうかということで、邑南町を思い浮かべていただきたいんですけども、うん、まあ、人口って増えてますか、はい、人がいないですね。農家さんってどうですか、増えてますか。農家さんはもうおじいちゃんおばあちゃんです ね、 ですね。高齢化が進んでいらっしゃいますよね、はい、そうですね、やめてますね、はい、先ほどあの食材が東京に届けられるっていう話をしたんですけど、日本の今後10年20年そして
40、50年先に食材を育てていらっしゃる生産者の方々がどうなっているかということを考えると、結構課題としては深刻な課題ですよね。そうですね。もう、はい、あの、なんですかね、後継者不足とか、はい、あの、要するに放棄地ですかね、はい、耕作を放棄したもうあの畑とかたくさんありますもんね。そうなんですよ、はい、そこでですね、ちょっと我々が今事業として力を入れていきたいのが、うん、まさにちょっと今日お話をしたいところなんですけども、次のページお願いします。はい、次のページですね。地域の課題解決ですね。この本質に追求をしていきたいということで、我々地域活性化企業にこういった制度の方を活用させていただいてます。はい、このこと、はい、国の制度、そうなんですよ。これ総務省の制度なんですけども、聞かれたことってありますでしょうか。いや、ないですかね。じゃ次のページお願いします。で今地域活性化企業人の派遣エリアとして、まず一つ目が森の行っております邑南町、そして私自身が今和歌山市の方に、で今後このエリアを増やしていく計画の方を今立てておりますと。じゃあ具体的にどういったことをやっているかということなんですけども、はい、そうですね、はい、うん、次のページお願いします。はい、でここから、うん、じゃあ邑南町に関しての取り組みをですね、森さんの方から話をしていただきましょうか。はい、はい、ぜひ楽しみですね。はい、はい、まあ、とにかく、情報の発信力がないということで、はい、まずはこう町に何があるのかなって調べるんですけど、その、まあ、情報がないので、とにかく、まあ、生産者さんとか事業者さんをとにかく回るっていうのを今させていただいてるんですけど、いいですかね、このいいですよ。はい、じゃあ、次のページとかでもいいですかね。こ、はい、んな感じで、すごい綺麗な場所とか美しいものはたくさんあるんですけど、実際に写真を撮って発信している方がいらっしゃらないっていうので、うん、まあ、こういうのを撮影して、これはご自身で、そうですね、こんな綺麗に撮れるんですか。はい、そうなんですよ、携帯で撮ったらこんな形になるんですけど、すごいですね。うん、まあ、地元の方も、まあ、お写真好きな方と一緒に回ったりをして、で、まあ、それをちゃんと発信してあげるっていうのを今、取り組みとしてはやっております。はい、はい、SNS ですか。そうですね、発信というのは、はい、はい、私行きましょうか。はい、すいません。邑南町、実はなんですけど、連携協定の方を結ばせていただきまして、はい、連携の協定ですね。あ、食を通じた、はい、はい、地域の経済の発展を目的とした協定の方を結ばさせていただいて、すごいですね。はい、で、当社の方から企業人として、任期として最長3年という形で、要は派遣の方が決まっているという、こういう状況になっております。3年、それは 森さんが3年派遣される。そうですね、当初は森には私から1年っていう話をさせていただいていまして、で去年のちょうど2月でしたよね。そうですね、もう電話で、はい、森さんって、はいはい、邑南町に、はい、行ってみないってどこですかって感じ。あ、そんなんで簡単に人の人生を決めちゃった。はい、そうなんですね。そうなんです、はいはい、痛いですよね。あ、痛いですね。それ事例なんですよね。はい、で1年だけでいいっていう話で、断ったらあれですよね、クビになっちゃう。いやいや、それ断れないですよね。そこから始まったんですよ。いや、すごいですね。だからそういう田舎暮らしってのはご経験は。いや、全くないです。生まれも育ちも京都 で、 京都、ね、で田舎もなかったので、あ、ちょっと都心の市街地の方の京都の真ん中。そうですね、はい、どちらかというと。かなりびっくりされたんじゃないですかね。そうですね、本当に行ってみてびっくりすることがたくさんありました。そうですね。はい、まあ、はい、大変でしたね。はい、で、まあ、そうなんですよ。はい、で当初、まあ、3年ではなく1年でっていう話をしていたんですけど、ね、今年の夏にちょっと森さんからちょっと話があるんですが、来て、邑南町のことなんですけどって話が来たんですけど、ね、来た来たと、もうやめますと、そう、はい、やばいかなと僕は思ったんですよ。本当に思ったんですよ。お話があるんです、邑南町のことなんですけど、延長したいんです。ああ、そうなんですか、はい、自ら。どの辺がそういう思いに至ったんでしょうね。やっぱり邑南町にあるもの、うん、ポテンシャルがすごくって、あとは人が優しさとか、まあ、本当に綺麗な、この寂れた田舎じゃなくて美しい街並みっていうのは本当に虜になっちゃいました。うん、そうなんですね。はい、それは景色とか自然、あるいは、まあ、人だったりだと食べるものだったり、そうですね、食事もすごく美味しくって、まあ、1万人の街にしては飲食店が60店舗あったりとかっていうのはすごい特殊な街だなと思っていて、はい、そうですね、まあ、邑南町というとね、
あの寺本さんっていうかね、はい、あのビレッジプライドって本書かれた、はい、ちょっと有名な、あの、役場の人間がなんか事業を起こしたみたいなすごい人がいるんですけど、そうですよね、あのね、知ってる人は知ってます。あのその時もやっぱりあの町長さんがね、あの結構やってみろみたいなタイプで、うん、ものすごいこうやっておられたっていうのが見聞きしてたんですけど、はいはい、そこを選んだっていうのも偶然なんですかね。おもちゃ選んだっていうのは、まさに 彼と、はい、寺本さん、はいはい、たまたまなんですけど、私が、うん、東京清澄白河、うん、はいはい、どこで、うん、たまたまなんですけども、うん、イベントやってらっしゃったんですよ。あ、私はフラッと入って、そこでお話聞いてて、共感をして、ね、ちょっと飲みながら話をしようよと、あ、ね、話から始まって、いいなという話で、じゃあちょっとぜひやりましょうから始まって、今に至ってるという。あ、そうなんですね。私も一回だけ聞いたことなんです、お話はね。はい、あ、ちょっと直はなかったので、壇上で、あの、なんか崇めて見てましたけど、すごい、あの、注目されてる方ですよね。そうですね。地方のね、市役、スーパー公務員ですよね。そうです、そうです、はい、公務員がここまであの地方を創生させたっていうね、うんうん、はい、そうなんですよね。そうか、やっぱコラボしてるんですね。はい、そういうことね。コラボさせていただいてます。すごいですね。はい、次のページちょっとじゃあお願いしますか。はい、で、まあ、あの森さんのお仕事なんですけども、はい、まあ、協定の内容なんですけども、地域の魅力の分析、大南町の魅力っていうのをよそ者の視点で見ていただくなるほどですね。そしてあの観光のコンテンツ、これは多分地元の人たちって観光のコンテンツなんかないと思ってらっしゃるんですよ。うん、はい、絶対ないと思ってます、ね。うちには何にもないよって言ってますよね。はい、こんな田舎に。でもあの、はい、若い女性の視点で、はい、よそ者の視点に見ると、いや、こんないいものがあるっていうことをしっかり、うん、それを見て磨き上げるということですよね。若い女性で外の方が見たら違うっていうのは、あのかえってびっくりしますよね。はい、まさかっていうかね。そうですね。なんか社交辞令で言ってませんかぐらいのね、ふうに思うと思うんですよ。そんなことないんですよね。心からおっしゃってる、ね、はい。そうですね。あ、そしてあの町内の商品の販売支援、うん、先ほど EC の、 あの取り組みをしている話があったと思うんですけども、森の方がですね、うん、まあ、いろんな商品を、まあ、EC を活用しながら販売、うん、その支援をするという、うん、そういったことをさせていただく。うん、要するにあの地元の方ってなんか農協に売るしか知らないとか、なん、ね、とかショッピングセンターしか、道の駅とか、そうじゃなくてもっと広く販売のやり方とか、あれですか、インターネットを使った販売とかを教えるって、はい、そうです、はいはい、一緒に入って取り組ませていただくということですね。すごいですね。そしてあの都市圏から町内の送客支援ということで、広島京阪神とか、まあ、そういったことを、そういったエリアから人々を大南町に来ていただくと、お客さんを呼ぶこともやるんですね。お客さんを呼ぶこともやるし、うん、はい、あ、商品を出してくるものをやるし、そうですね、物事両軸でということで、この情報発信をするということを森さんが今、うんうん、大南町に実際入ってやっていただいてます。はい、あ、すごいですね。はい、で30ページにちょっと行っていただきたいんですけども、もう早速なんですけども、はい、役場に切り込み隊長としてですね、はい、入っていただいて、30ページをお願いします。すいません。30ページは何だ。はい、でここからは森さんが実際にやってらっしゃったことをちょっと、はい、大南町のですね、今ちょうど観光のパンフレットとかが出てるページがあると思うので、大南町って青い、青い、その次のページの次の次の次ですかね、あと2つ3つ、2つ3つ、その次、はい、ここです。はい、はいはい、まず最初に大南町に行くって言った時に、この観光のパンフレットと、あと観光協会のホームページを大体皆さん見て、どんな街かなって調べると思うんですけど、まあ、とにかく私の率直な感想としては、情報が欲しい情報が載ってなかった。あ、載ってない。はい、街の人はこういうところが魅力なんだよっていうのを挙げてもらってるんですけど、実際に私たちが求めてるものとか見たいもの、やりたいことっていうのがちょっとね、ずれてるんですよね、きっとね。っていうところはあの、はい、お伝えしました。で、次のページに行っていただいて、で、まあ、載っている写真もこう、うん、こういう感じの、なんて言うんでしょう、 あのあまりそそられないとか、これを見てここに行きたいなって本当に思わなくって、で あれは知ってますよ、宇津井、宇津井駅ですね。宇津井駅、はい、あの地上何メートルの、あの駅 で、 ね、あのあれですよね、あの世界日本一高い、ね、そうですね、はい、田舎イルミでライトアップ、年に1回すごいイベントあるんですね、イルミネーションね、はい、はいはい、で、まあ、ちょっと魅力があんまり伝わらないお写真だったので、次のページなんですが、これがまあ実際に私のインスタグラムで投稿したお写真で、あ、全然違いますね、はい、やっぱり今こう、まあ、リモートワークされてたりとか、こうやっぱりマンションでこう壁に向かってずっとお仕事されてる方いると思うんですけど、あ、まあ、大南町に行くと、なるほど、パソコン越しに景色が見えるっていうところで、はい、多分 都会の方は刺さるんですね、きっとね。そうですね、だったりとか、まあ、星空、あの空一面に星空があったりとか、本当に今もこうこのご時世、うん、コロナ禍で求められているものが本当にたくさんあるなっていうのはインスタグラムで発信してます。確かに星空は当たり前すぎてただだし、あの価値になると思ってないですよ地方の人、なんと思ってないです多分ね。
なるほど、はい、っていう感じです。で次のページに行っていただいて、あ、もう一度戻っていただけますか、すみません、ここですね、はい、こんな感じで、まあ、実際に邑南町に来たらこんなお写真が撮れるよとか、こういう体験ができますよっていうのを、うん、まあ、自分が行ってお写真撮って、モデルさんでなくてご本人、あ、はい、私です、やっぱりシルエット大事ですね、はい、っていうような感じですかね、はい、なるほど、うーん、次のページ、次のページお願いします。はい、はい、でいいですかね、でこの邑南町でチョウザメの養殖をされてるんですけれども、知らなかった、はい、でこの度ちょっと、東京のミシュラン三つ星のレフェルベソンスさんで、使っていただくっていうことが決まりまして、で本当に田舎の方ってこう自分たちだけで消費するとか近くの町だけでっていうことだったんですけど、やっぱりこういうふうに世界でこうなんていうんですかね、世界に認められるようなレストランの方も、こういう食材を使いたいっていう、世界で戦える食材が邑南町にある、田舎にあるっていうのは本当に今回証明されたんじゃないかなっていうふうに思います。これあれですよね、チョウザメの身も使いたいと、そうです、丸ごと一匹生きた状態で、このやってるのは邑南町やってたんですか、はい、たまたま水がきれいなので、あ、確かに、でまさにチョウザメの養殖をしてキャビアを作ってたんですね。うーん、で実は燻製として身も要は活用しているということ でまさにサスティナブルな SDGs 的な取り組みとして、ね、要は身は廃棄するんではなく身も一緒に使うということが、なるほど、はい、こういったことが非常にまあミシュランのシェフとかにはやはり評価が高いです、ね、評価されるんですね、はい、そこね、なるほど、で今回これを一流のね、はい、あの方が見つけたんですね、はい、森さんが発掘してこんなのがあるっていうことを、あ、森さんが情報発信したから発信つながったんですか、はい、すごいですね、そうなんですよ、ちょっとなんかボーナス出ないですか、そういうのお願いしますチョウザメとか、はい、すいません、余計なこと言いました、そうですね、こういった取り組みとか、あ、すごいですね、はい、次のページお願いします。でこちらの、右に映ってるのが、まあ創業100年になるお醤油蔵なんですけど、まあ、木桶で本当に昔ながらの作り方をされている、まあ、珍しい醤油屋さん、柿崎醤油店というところなんですが、ここも、関西の、お寿司屋さんですね、天野さんっていうところなんですが、そこにまあご紹介させていただいたりとかっていうので、まあ、その他にもイタリアンですとか割烹料理屋さんとかにもご紹介をして、まあ邑南町のものをこう使っていただくっていうような販路の開拓なんかもしております。あ、すごいですね、はい、次のページですかね、はいはいはい、いや、すごい、うん、そうですね、こういった取り組みを、まあ、この今年の4月からで始めて、第1クォーター、第2クォーター、まあ、コロナ禍でこういった取り組みだったんで、やはり森 の, まあ、お住まいは京都、うん、で、まあ、邑南町と行き来が発生するんですけども、うん、見ていただいて、まあ、5月リモートってあるんですけども、はい、もう全てリモート対応したりだとか、やはり邑南町の方でコロナ禍なんで、うん、ちょっと来てほしくないなっていうのがあるじゃないですか。ありますよね。あ、そういう時期もあったんですね、はい、やっぱり、まあ、実際現地訪問できない時はリモートでの対応をしたりだとかして、まあ、事業者様のヒアリングをさせていただいて、うん、そうですね、はい、このコロナの真っ最中にずっと活動されてたってことですもんね。そうですね、あ、そうなんですよね。いや、私の島根とかね、普通に帰れなかったですからね、はい、県外者っていう呼ばれ方をして、はい、今度来るなとかね、夜の街に本できなかったし、はい、なんで、まあ、こういうリモートとかを駆使しながら、はい、今のような取り組みの方をさせていただきました。なるほど。でちょっとこの後ご紹介はまだ何個かさせていただきたいんですけども、はい、まずおせちですね。 おせちの料理を、まあ、森さんの方に開発していただきました。それからキャンピングレストランというのがあるんです。これちょっと簡単にご説明したいと思ってます。はい、じゃあ次のページお願いします。はい、じゃあどうぞ。はい、まあ、邑南町の食材なんですけど、すごい魅力的なものがたくさんあるっていうことと、あとは冬の間ちょっと雪が積もってしまって、まあ、観光の方に来ていただけないっていうのがお悩みがあったので。雪深いんですよ、あそこ、はい、そうですよね、はい、なので、まあ、おせちとか通信販売、グルスグリっていうのをグルナビでやってるんですけども、グルスグリ、はい、よりすぐりみたいな、あ、そうですね、よりすぐりの商品だけを掲載するっていうサイトなんですが、うん、でそこの通販サイトで、まあ、邑南町の食材を集めて、例えばさっきのチョウザメですとか、うん、あとは
岩見和牛とか、そういったものを詰めておせち料理を作りました。で、最初まあ50代限定ということで販売したんですが、本当に当日即日完売してしまいまして、はい、で追加でまた20代発売したんですけども、それもすぐにまた完売したっていうので、一応まあそういう事業者さんからお悩みを聞いて、まあ、そこにあったこう商品作りとか開発っていうのを今しております。なので本当に地方のレストランでこういったことができるっていうことが証明されたかなっていう、証明されたんですね、はい、実際冬見せしめなきゃいけないところ、そこをおせちという通信販売することによって、しかも、はい、販路ができたということ、しかも EC なので日本全国の方々へ届けることができると、むしろお客さん数増えますよね。そうなんです、ね、ですはい、どこでもね、国内ならできちゃうんですね、はい、かつ飲食店だけでなく、そこに紐づく生産者の方々、そこにも全て経済効果が及んでいきますので、そうですね、エリアとして一つの実証実験的にはすごく良かったんじゃないかと、経済効果ありますね、はい、はい、思ってます。なるほど、こういった取り組みが実は結構島根県内でも評価いただいて、次のページなんですけども、メディアにこういうふうに取り上げられている機会が有名になって、はい、そうなんです、ね、あら、新聞社です。次のページもお願いします。これはテレビですね。そうですね。密着取材していただきました。はい、これ何に振り回してるんですか、これ。これは先ほどのお醤油蔵の醤油をこう、木桶を混ぜて、混ぜてんですか。今も手作業で作られてるので。あ、なんかこう、振りかかってるんじゃないですか。なんか、違うんですね。あ、はい、あ、なるほど。そうなんですよ。混ぜてる。ところですね、もろみを、はい、そうですね、これでもこういった体験ができるってことは価値だと思っていて、逆に県外とか都心部の方体験にしていただく、見る工場みたいな形で見学ではないんですけども、蔵見学をしていただくだとか、そういったことにはつなげていきたいと思っています。また次のページお願いします。森さんのおかげで次のページお願いしていいですか。森さん大活躍ですね、はい、で私もちょっと右上のところ寺本課長と新聞出させていただいてます、はい、さっきのちょっと触れた寺本さん、はい、新聞結構やっぱメディアがすごく、うん、取材いただいてです、ね、いやもうメディアさんものすごい寺本さん追っかけてますよね、はい、でもまさに試食を通じた取り組みとして島根は非常に可能性があるんじゃないかということでお話しさせていただいてます。で次のページがじゃあキャンピングレストランの、これは森さんからぜひ、はい、はい、まあコロナ禍なのでやっぱりこう外でこう皆さん体験される方向に行かれると思うんですけど、まあ、この邑南町の豊かな自然を使って、まあ、お外でレストランをするっていう、で、まあ、移動式なので、まあ、どこでもレストランになるよっていうところがポイントなのと、まあ、その自然とあとそのお料理全部自然も含めて味わっていただくっていうような、まあ、食事体験っていうので、今まあキャンピングレストランなんかも邑南町でしていただいてます。はい、これ食材は持ち寄るんですか、そこで調達するとか、レストランが地元の味倉さんっていうレストランがあるんですけど、そこが企画というか、はい、開催されてます。はい、写真送っていただいたら多分出てくると思います。次のページお願いします。はい、これ実際森さんが今撮ってるシーンとか、この左のお客さんとかは広島からわざわざお越しいただいた、そうなんですね、はい、すごいな。で次のページお願いします。でこの方々は実は生産者の方々なので、ご自身が作ったお野菜とかがこういうふうに使われてるんですよっていうことが、やっぱそれが嬉しいと、さっきおっしゃったように農協に納めるとそこで終わっちゃうではないですか。あります。でもご自身が作ったお野菜とかを誰が食べてるの、嬉しそうな顔で食べてるとか、ね、顔が見えるっていう、ね、そうなんですね。それで生産者の方々も一緒にここに来ていただいて一緒に楽しむっていう、こういう取り組みをさせていただいてます。で実際こういう取り組みをすると、次のページなんですけども、これ日経さんの方に取り上げていただいたんですけど、素晴らしい、はい、やっぱりその自然という部分での食事って、やっぱりその食べるだけではなく、その雰囲気、空気、そして心の豊かさっていうんですかね、そういったものが得られるということで、まあ、広島からこういったお客さんも継続的に来ていただけるような、そういった仕組みをちょっと入れていきたいなと思います。あ、なるほどね、はい、ね、広島のもう県境近いっちゃ近いんですけど、そうなんですね、でもすごい巻き込んできたんですね、はい、そういうところまで、はい、すごいですね。広島が1時間ぐらいですよね。うそうですね、はい、で今後なんですけども、あ、今後ぜひ、はい、今後の展望ですか、はい、今後なんですか、どうなっていくんですか、はい、次のページが、はい、これはぜひやりますか、はい、じゃあこれはぜひやりたいんですけど、今、はい、物のニーズと事のニーズ両軸をしっかり物と事両軸ですね、
まず今物で EC 販売ということでお野菜とか定期便で例えば発送していくですとかっていうことをやっていくと同時に里山レストランで一回来ていただいたお客さんをさらに捕まえて定期便に持っていくだとかで物事商品の両軸でですねしっかりお客さんを捕まえていきたいなというふうに物をこうねインターネットとか売るってことと、はい、まあちょっと体験するその場所で体験することなんですかね、ことっていうのは、そうですね、そこをうまくこう、もうあれですね、両方必要なんですね、きっとね、はい、そうすると定着していくんですね、そうですね、きっとね、町のどこに行っても、例えばキャンピングレストランができるよっていう、例えばなんですけども、レストランに行って、キャンピングのグッズを貸してもらって、どっか御座を広げてとか、ね、レジャーシートを広げて食べると、そしてそれをまあ、例えば美味しかったら、この野菜っていうのを定期的に買いたいっていうニーズも出てくるかなと、それをご自宅で家に帰っても食べれるとか、そういう物事両軸での例えば取り組みとかですね、こんな感じでちょっと仕掛けていきたいなというふうに思っています。はい、次のページお願いします。でそういったところに我々今実は食と観光を通じた地域活性化に貢献ということであるんですけども、グル旅という体験アクティビティですとか、こういったサイトの方も実は運営しております。グルナビさんがグル旅を始めた、グル旅という体験 のサイトの方をやっておりまして、ここで記事ですとか、観光のコンテンツを載せていこうかなというふうに思っております。広がってきましたね、はい、食べ物から、はい、旅まで、ね、旅の乗馬体験とかやったりとか、カヌーとか、魚釣りだったりとか、体験バッチリですね、はい、森さん、大南町で実は鮎釣りをしたりとか、ね、そうです、鮎釣りね、はい、私も小さくやりましたけど鮎釣りね、あそうですね、ビギナーズラックで8匹でしたね。1時間で8匹釣れまして、すごいですね、すごいですね、そうなんです、そういう取り組みをしたりとか、ね、してます。で次のページお願いできますか。でまさに森さんの方で大南町の新観光ルートっていう感じ、どこに行ったら楽しいか、心ときめくかっていうことを今そういったのプラン造成を始めているという状況。プランを、はい、すごいですね。そういうことになります。例えばなんですけども、ちょっと次のページお願いします。はい、まあ、これは制作記事ということで、どこを回ったらいいですよっていうことは、例えばパワースポットですとか滝に行ったりだとか、いろんな、まあ、コンテンツがあると思うんですけど、それがつながっていなかったので、これをしっかりちょっと見える化をして発信していこうということをやってます。本当 その着眼点、ね、なかったと思いますね、今まではね、確かに、はいはい、で次のページをお願いします。具体的にこのアジクラファーム、これは真ん中の写真でおばあちゃんと若いお兄さんがお野菜を摘んでますけど、まあ、右側のお兄さんが実はレストランのオーナーなんですけども、一緒に畑に行って、一緒にお野菜を取ると、うん、あ、はい、キャンプレストランの方でしたね、アジクラとして。そうです、そうです、まあ、そのご自身の畑でやってらっしゃるんです。でそれを持って帰って、例えば近くにある民泊で、まさにいろりがあるんですけども、そこで一緒に食べたりですとか、でまさに心と心の触れ合いができるような、そういった取り組みができるのかなというふうに思います。すごいですね、はい、はい、で先般なんですけども、次のページお願いします。元観光庁長官の水畑さんに、はいはい、来ていただきまして、はい、有名な方、はい、今大阪の観光局長をやっていらっしゃるんですけども、はい、大南に世界的な価値っていうふうにこれ記事に出てるんですけども、まあ、自然と生態系が守られているということで、はい、まあ、人間が本当に幸せに暮らせる、ウェルビーイングの、そういった世界観がある街だということでおっしゃってました。本当にすごいですね、はい、オオサンショウゴ大好きですよね。あ、そうです、オオサンショウゴね、見たことあります、ね、はい、グロテクスクですけどね。見たことありますか。ああ、あります、あります。はい。はい。ヌメヌメしてますけど。はい。まあ、オオサンショウがいるということは生態系がしっかり守られてる。そうですね。綺麗な水でしか見られないですよね。はい。次のページいいですかね。で、これ、すごいですよね。さっきの民泊のとこなんですけども、まあ、おばあ様が。あ、女子会をされてるんですね、これ。女子会ですね、立派な。泊まりで92歳のおばあちゃまが集まって、はい。すごくないですか ?92 歳の女子会ですね。女子会ですね。すごいですね。しかも皆さん背筋が。ああ、ほんと、ちゃんとしてますね。いや、すごい、92歳になってもこういうふうに背筋伸ばして女子会をするという、やっぱ幸せな、まあ、健康があるからこその幸せだと思うんですけども。なるほど。そういったものが地方ならではっていう価値かなというふうに思います。そうですね。なかなか東京で92歳の女子会って言ったらやっぱりないですね。ないですね。ないですよね。どっかの施設の中でね。はい。なるほど。はい。そういったことで、まあやはり心豊かに過ごせる夏なのかなというふうに思っています。
で我々なんですけど今後、はい、まさに先ほど今後の話として具体的に先ほど話したんですけども、次のスライドに行きますでしょうか、やはり各地域の強みを生かした施策をっていうのをしっかりやっていきたいと思ってます、はい、で、まあ、食体験を通じ心の豊かさ、やっぱり心豊かに暮らしていきたいと、そして地域の文化とか歴史ってそういったものを学ぶ美食体験とか、主観的な幸福感でウェルビーイングの五領域を目指すような、まあ、満たすような、まあ、パーマモデルって我々ちょっと話をしてるんですけども追求、はい、でポジティブであったりとかエンゲージメント物事に積極的に関わり観光を見るだけじゃなくて自分を体験してみるだとかリレーション要はその地域の方々との関係構築とか、はい、からミーニングとしてその意味価値をしっかりですね学ぶっていうことと自分を理解する、そしてアチーブメントそれを達成する喜びっていうんですかね、例えば物を取って収穫するとかそういうことも一つのアチーブメントになると思ってて、こういったことをやりながら自らが幸福を満たすということと、やっぱりあの地域の方々との交流とかそういったことをしっかり築いていくってことをやりながら幸せの満足感を上げていくような取り組みをしていきたいと、ああ素晴らしいですね、はい、やっていきたいと思います。で今森さんに次のページなんですけどもやっていただいているのがまさに地域のプロデューサーになって、はい、はい、あいいですね、はいはい、左側に食体験のコンテンツとか体験コンテンツ、生産者の支援とか受け入れの関係の支援とかこういったことをまさに地域に入り込んで今オーナーとやり始めたところです。で右側のところにじゃあ誰がどうやって来てもらえるんだっけってことなんですけども、はい、例えば将来的にはインバウンドのお客様と、ああはい、そうですね、はい、ちょっと今コロナでおとなしくなっちゃったけど、はい、あのまたそろそろ人を呼びたいですよね。そうなんですよね、はいはい、まさに邑南町は水畑さんおっしゃってたんですけども、世界遺産は半径1時間圏内に3つある非常に、あなるほど、石見銀山とあれですか原爆ドームと厳島神社、厳島神社、なるほど、はい、そこを起点にインバウンドも呼べるんではないかということで、面白いですね、はい、まあ、そういったことでしっかりお客様を呼んでくる、うーん、それからワーケーションという、まあ、先ほど森さんがあのリモートワークしてる写真がありましたけど、そういったことですとか、うーん、あと交通のアライアンス、まあ、鉄道とかバスとか飛行機の会社さんとか、はい、国内の観光客さんをぜひ連れてきて、はい、まあ、そういったことをやっていきたいと思います、はい、そうですね、はい、最後になんですけども、はい、我々の食でですね中心として、はい、まあ、つなぐ本来グルナビさんですもんね、はい、食本業は食ですよね、最後着地させたかったんですよ、はいはい、で人を満たすということをしっかりしながら地域のですね、はい、活性化に向けて取り組んでいると、うん、こういうことをしっかりやっていきたいなというふうに思っています、はい、そうするとあのグルナビさんがその日本 あのミシュランで、日本の食っていうのも有名なんだけど、そこの一番あの根底にある地域 その食材を発掘してくださって、それだけじゃなくて地域の活性化までやっていくというのが、はい、あの目指しているところですね。そうですね、はい、そちらなければすごいですね、はい、あの国とかあまりできないことをあの民間の知恵でやってるってことですかね。そうですね、はい、なかなかそこまで思いつかないんじゃないですかね、あの頭の固いお役人とかねそういう意味ではこう若いあの森さんの感性なんかもものすごい生きてくるんじゃないですかね、はい、そうなんですよ、もう若い感性ではい、いや本当に、ね、素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、ちょっと感じられていただきます、ね、じゃあちょっとあの素晴らしいお話で、ね、今日はとりあえずあのまずあのありがとうございました、ありがとうございました、はい、もうちょっと時間あるんですけど、はい、ちょっとここであのコマーシャルタイムですね、いつもの、はい、あの非常電源の動画をねご用意できたらお願いしたいと思いますね。でその後でちょっとあの今日ね、もう今年最後でもうあのこんな今日もこんな感じですけど、あのクリスマスも近いのではい、あのそういった曲をやっていきたいと思っております。じゃあよろしければコマーシャルどうぞ、はい、非常電源の話ですね。で非常用発電機って知ってますか？非常用発電機、これは非常用発電設備とも呼ばれるものですが、皆さんこれがなんだか聞いたことはありますか？例えば商業施設やビルには万が一の災害や火災があった時に人々が逃げられるよう消火活動をしてくれる消火栓ポンプやスクリンプラーが設置されています。これらはとても役立つ非常用設備なんですが、しっかりと発動させるためには電気が問題なく供給されているという前提が必要になってきます。というのも落雷、台風、地震などで電気インフラが途切れてしまうと、せっかくの消火栓ポンプやスクリンプラーも作動しなくなってしまうのです。そんな時に必要になってくるのが冒頭で挙げた非常用発電設備なのです。これは電気が途切れてしまうような事態に緊急で電気を発電してくれる設備のことなんです。非常用発電設備があれば
電気インフラが供給されなくなってしまっても、なんとか消火栓ポンプやスクリンプラーを動かしてくれるというわけですね。この非常用発電設備は、消防設備としては現在日本に約22万台から23万台ほど設置されていると言われています。それに加えてデータサーバーや携帯の通信基地局にも設置されていて、非常時に電気が途切れてもデータを保全したり電波を発信し続けることに一役買うのです。非常用発電機は多くの場合ビルの屋上に設置されています。あまり下の階にあると豪雨による浸水などで動かなくなってしまうのです。でも一部地下に設置されていることもあるんですよ。ただ全ての建物に備え付けられているわけではなくて、商業施設やホテル、そして介護施設など延べ床面積が1000平米以上あって、不特定多数の人の往来があるところに設置されることになるのです。通常のマンションとかだとコンビニ、飲食店、オフィスなどが併設されていない限り、不特定多数の人の往来があるとは認められないので設置されていないこともあります。ただし条件に当てはまる施設が隣接していたりすると、火災時に火が燃え移る可能性ありと判断され、特例としてマンションに非常用発電機が設置されるということもあります。稼働時間としては小さい発電機であれば2時間半ほど動くとされています。ただ消防の指標としては72時間という稼働時間が設定されています。なぜかというと、とにかく72時間電気を発電し続けられれば、その間に物資や救助支援が届けられる可能性が高いとされているのです。だからこの72時間という数字に合わせて燃料を設定しているところも多いんですよ。いかがでしたか？今回ご紹介させていただいたこの非常用発電機、1年に何度も使うってことはなかなかありませんが、それでも10年から20年の間に一度は大きな災害や地震が発生すると考えると、とっても大切な設備だってことがよくわかりますね。まだ2、30なんですよ、うん、少ないです、うん、あ、いいですか？あ、どうもどうも、ちょっと待ってください。私のイヤホンちょうだい。はい、あ、ちょっと、はい、はい、ということでですね、今のゲストのお二人ですね、ちょっと狭いのでちょっとお立ちいただいてる感じになってるんですけれども、今日西原さんからのね、リクエストで、桑田佳祐さんの、はい、白い恋人たちですよね、はい、じゃあ歌わせていただきます。あ、ちょっと時計今あと何分ですかね。あ、はい、あまり時間がないのでさっさとやりたいと思います。雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる。涙で心の火を消して通り過ぎてゆく季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く。あの赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でるワインのセレネード、今も忘れない恋の歌。雪をもう一度だけこのときめきをセレブレイ、一人泣き濡れた夜には、聖なる鐘の音が響く頃に、最果ての街並みを夢に見る。天使が空から降りてきて、春が来る前に微笑みをくれた。心折れないように負けないようにロンリネス、白い恋人が待っている。だから夢と希望を胸に抱いて Foreverness、辛い毎日がやがて終わろう。
ということで、あと、ちょっと時間ありますので、はい、今日お話してみてご感想どうでしたかね、西村さんの。いや、非常にでも、楽しく時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。一方的に話すことばかりだったんですけど。大丈夫です。今度また同窓会とか松江会とか、いろいろ会うこともいろいろあると思うんですね。ぜひぜひです。はい、最近南高な甲子園出れるかもしれない話だね。あれダメになっちゃったんです。あ、ダメなんですか。はい、要は推薦まで上がってたんですけども、最後のセレクションで落ちちゃったんですよね。あ、そうなんですか。はい、そう、まあね、うちのそうですね、文部、私も文部両道ですごい厳しかったんで、はい、私も高校時代は剣道部だったんですけどね、本当にもう恋愛も一個でもしないでですね、後輩でずっとやってましてね。で、大学、私あ大学京都行ったんですよね。はい、そう、だから京都でちょっとね、弾けましたけど、はい、ちょうどバブルの近く、世の中は結構ね、調子良かった時代だったので、そうなんですよね、はい。ちょっと今度は森さんと一緒に南高で公演することになって、はい、そうなんですか、はい、ぜひぜひ、ちょっと丘の上ですけどね、はい、そうなんですね。森さん、今日お話しされてどうでした、感想とか。本当に楽しかったです。少しでも、はい、邑南町の魅力がちょっと伝えられたらなと思ってたんですけど、この番組のアーカイブ版で何回でも後から見れる、2週間後に見れるようになるんで、私もこの番組をちょっと見てって言えばすぐ説明が、ね、できるなと思って、今日は結構ギュギュッとコンパクトに聞けてよかったかなっていうふうに思いますね。はい。今で50分ももうあっという間でございまして、もう終わろうとしております。岡部さんがあんま喋ってないですけど、もうすごい全然知らないお話がたくさん聞けて、すごい貴重なお時間いただきました。ありがとうございます。私も魅力ながら邑南町の情報発信していきたいと思ってますので、ぜひぜひ。そうですね、邑南町にはうち の 親の方から残してくれた小屋と畑、農園がありまして、ちょこちょこ行ってますので、またお届け、季節によってね、栗とかね、大根とか、そうですね、いろんな野菜作ってます、いろんな作ってますね、好き勝手に。本当に中途半端に好き勝手に、個人のレベルは超えてるんですけど、趣味は超えてるんですけど、商売になるほどの規模じゃないんでね、ちょっとただ体験はできると思います。はい、そういうのをぜひぜひ、また繋がらせていただければと思います。遊びに行かせてください。ぜひぜひ、ぜひ遊びに行かせてください。お手伝いさせてください。ぜひ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 、手伝ったらその収穫からどうぞやっていただいてということで、楽しみです。はい、
ということで、もう時間になりましたので、またね、今年の放送はこれで最後になります。また来年ですね、今度1月10日にね、また始まりますので、お会いしたいと思います。はい、今日は西原さんと森さん、ゲスト参加していただきまして、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんでは良いお年を。良いお年を。